7月11日月曜日、ニュースオペード、スポーツナビゲーターの小林敦樹です。本日もよろしくお願いします。さて、今日もアンカーの玉木正之さんはリモートでのご出演です。本日のゲストは、ラグビージャーナリストの村上浩一さんと、スポーツジャーナリストの生島淳さんです。それでは早速、お三方呼んでみましょう。皆さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。村上さん、久しぶりです。よろしくお願いします。生島さんはもっと久しぶりですけども、今日はありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ということで、このメンバーではもう思い切りラグビーのことを話したいと思うんですが、フランス戦、世界ナンバーワンとも言っていいぐらいのチームに、あわや勝つかっていうところまで来ましたね。あれ、村上さんどうですか。あれは勝ってたんじゃないですか。いや、もうほぼ勝ってましたよね。すごい。ミナタタフがボールさえ落とさなければ、勝ってましたね。だから、ここまで、まあこれ2017年にも引き分けてるんで、はい、割と最近フランスとは相性いいと思うんですけど、本当残念でした。これ1973年から対戦して初勝利かもしれなかったんですよ。おっと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 。そうですよね。通算で勝ってないんですよね。まだ引き分けが一つあるだけでね。生島さん、いかがでした試合は。でも、トヨタスタジアムのその前の週の戦いではちょっと日本の方がバテてたなっていう感じだったんですけども、もう見事にキックとパスのバランスが良くなって、トライシーン2回、何度も見てしまいましたけど、芸術的でしたよね。村上さん、素晴らしいです。カウンターアタックからのトライ見事でしたね。はい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 、はい、フランスの選手たちがちょっとこう驚いたんじゃないですかね。なんかやっぱ細かいパスつなぎ、はい、つないで本当に狭いスペース攻略していくっていうのは日本の伝統工芸だなとちょっと思います、ね、なるほど。でもあれ本当どれもこれも見ていて気持ちがいいっていうか、おっとおっと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 っていう感じのトライいきましたですよね。まあ、僕国立競技場のピッチにいたんですよね。はいはいはい、テレポーターだったんで、はい、お客さんの盛り上がりがものすごい気持ちよかったです。本当はもっと声出せていたら、はい、本当に日本代表の力になったんじゃないかな。なるほどね。やっぱりね、まだコロナの影響というのがあって、フランス人サポーターお構いなしにアレルブルーって言ってましたけどね。おーっとそれはね、違い方権みたいなもんですかね。いいんじゃないですか、フランスの人たちはそうですね。フランスもなんか人数出てもまた上がってるそうですから、知らないよって言っときましょう。というようなことで、これはラグビーが来年、村上さん、来年ワールドカップですね。そうです、はい、1月に、開幕します。フランスで行われます。はい、あ、初っ端だから村上さんにこんなこと聞くたらもう怒られそうですけども、どうなんですか期待は。あ、もう期待はすごくあって、はい、間違いなく史上最強のジャパンになっていけると思うんで。おっと、2019年よりも強くなるのは間違いないと思うんですよね。ということ相手もいることなんで。ということはベスト あ、ベスト8はね、じゃあもちろん難しいけど可能性十分あると思います。なるほど。8か4、もう強いって言うから4が出てくるかなと思ったけど、なかなかそこまで生島さんはどうですか。はい、2019年のワールドカップの前に村上さんと一緒になんかトークショーに出たことがあって、はい、村上さんもこれ決勝まで行きますよっていう風におっしゃってたんですよね、うん、でも本当にそうなりそうだったし、あと2019年大会終わって僕が思ったのは、2015年以降にラグビーファンになった人が多くて、はいはいはい、日本の弱い時を知らないサポーターってものすごく多いんですよ。いやー、村上さんと生島さんと私も加わって座談会にやった時に盛んに BC という言葉が出てきましてそうです、 BC ラグビーファンという、もう紀元前の知っているラグビーファン、私はどっちかというと紀元前の方が分厚く見ていたというようなラグビーファンなんです。村上さんはものすごくうまくトランジションができて、なるほど、AD にです、はい、早く行ったんですけど、ね、そうですよね村上さんねそうですね、まあ、僕も第1回のワールドカップの時すでにラグビーマガジンにいたので、勝てない時代をずっと知ってるんですけど、あと2015年の南アフリカの、はい、あの現場にいて、こうなんか
もうちょっと僕自身も自信持っちゃったんですね。自信持ったってどう？やっぱりいけるなと思う。なんかもっといけるなと思いましたね。おなんかやっぱりちょっと弱いと思いすぎてましたね、みんな。あ、なるほど。2015年以前を知ってる人ほど、はい、警戒心が強すぎるんで。あそれはもう忘れた方がいいです。生島さんはどっちなんですか？忘れた方がいいと言いながらやっぱり心の中にガッと残ってるという。いやでもね、戦い方見るとあのウルグアイとの2試合もあったんですけど、はい、ありましたね。格下のチームにきっちり勝っちゃうんですよね。もういやいやいや、あれね、これでいいのかなってぐらいの勝ち方しましたよね。何か練習になるのかなというような感じ、強化試合になるのかなっていう。でもまあいいプレーでしたけれどもね。本当惚れ惚れしたのはトヨタスタジアムからの1週間で、1週間でこんなにチームの意思が統一がされるのかっていうのは本当にびっくりしたので、改めてコーチ陣の優秀さっていうのを見るにつけ、来年のワールドカップ、まあ、ベストイングランドとアルゼンチンと同プールなんで、これはやってみないと本当にわからないですけど、はい、村上さんさっきおっしゃった通りベスト8に行ける確率は、2019年と同等ぐらいは、まあ、あるんだろうなと思いますね。なるほど。なかなか4という言葉が出てきませんが、また後ほど、後半で思いっきりラグビーの話したいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。それではノーボーダー DX スタジオから生放送でお届けいたします。ニューズオペードスタートです。村上さん、フランスには勝ちましたよね、本当にもう。本当にいやもう、クブクリン勝てるような内容だったのに、今、勝ったんで、はい、本当、でも、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチの表情は割と明るかったんですよ、ね。そうですね。まあ、そこまで持っていけたっていうことで、このコロナ禍で試合数がすごい少なかったジャパンが、集まって、準備も1ヶ月ぐらいしかできなかった、フランス代表とこれだけやれたっていうのは、相当手応えあると思いますね。なるほどね。生島さんどう思われました？あ、なんか結構ただ詳しかったと思いますよ、ジェイミーは。ビール飲まないとやってられねえってなんかちょっと会見の最後の方で言ってましたんで、まあ、はい、まあ正直メンバー変えてなければもっと面白くなっていたかなっていう、ね、とっとちょっとありましたけどね。あれはメンバー交代ってのはやっぱり将来を見てこう選手を使いたいってことがあったんですかね。まあでも村上さん、今のラグビーで80今の段階でリザーブ使わないって判断ちょっとあんまないですよね。今ないです ね、うん、ね、やっぱり23名、まあ、リザーブが8人いるのはほぼほぼみんな全員使っていくし、はい、あとやっぱり今ワールドカップに向けて本当選手を厚くしているので、できるだけそのテストマッチ、その国代表同士の試合の試合時間をでき多くの選手に与えたいんですよね。あ、なるほど、ね、だからやっぱりこう出さないっていうのはあんまない、メンバー入れてて。なるほどね。それはなんでどうなんでしょうね。これ生島さん今言われたけど、はい、勝つということを考えた時のやり方とテストマッチやなんかでその使うということとバランス的にはどうなんですかね。まあ、でもワールドカップだったら変えてなかったかもしれないっていうメンバーはいました、正直。なるほどね。ただ、はい、今村上さんおっしゃった通り、1年前の6月いろんな選手を使う方が、はいはい、チームの総体としてはプラスアルファになるとは、まあ、思いますので、うん、まあそのあたりは一番監督が、ね、分かってることだと思う。なるほど。まあ、これは仕方がない、なとは思いましたけども、ちょっともったいなかったなっていう面は僕はあります。そういうことはもう監督自身ももうああ勝てたのになと思いながらも、まあ仕方ないなという感想というところですかね、と思いますね。まあ、村上さん、去年 のアイルランドに大敗しましたよね、はい、あれから比べたらだいぶまとまったんですか、チームは。いや、まとまりましたね、全く違いましたね、うん、あと去年は本当コロナ禍で試合がすっごい ない中で急にテストマッチになったんで、ああそうか、リングワンやってみんなゲームはすごいたくさんしてるんですよね。この後にこう試合来てるんで、なるほど、ね、ゲームフィットネスって言うんですけど、ゲームフィットネスはすごいあったので、
なるほど。違います。まあ、ちょっとね、そこで村上さんに、はいはい、あの質問があって、はいはい、ある記者と話した時に、第2テスト、フランスの第2テストの前に、1年とは言わないけど 0.8 ヶ月分ぐらいチーム作りが遅れてんじゃないかなと僕思ってたんです、うん、でそれが第2テスト終わった今では結構キャッチアップしてきたなって、急速にキャッチアップしてきたなっていうのが僕の思ったことなんですけど、村上さんなんかその辺はどう思うんですか？いや僕もそう思いますね。で、あの今回新しく入ってきたメンバーもいるし、あと準備期間が本当少なかった中で急速にまとまったんですよね、うん、多分2015年とかのジャパンを見ていた若い選手たちには日本代表のスタンダードみたいなのがもうなんかこう感じているんですよね。なるほど。だから自分が入ったらこれぐらいやんなきゃいけない、はい、前はそれを作るのが大変なんですよね。来た選手をジャパンのこう本当に世界と戦うスタンダードに持ち上げるのに苦しんだんですけど、今はもう入ってくる選手が最初からそういう気持ちもあるし、うん、各チームでそういうレベルの今リーグワンのコーチはもう世界トップレベルのコーチが多いので、うん、それ受けてますのでスッと入ってこれるんですね。なるほど。あの、分かりました。後ほどまたラグビーは特集で思い切り喋りますので、はい、このぐらいにしておきましょう。はい、皆さんお楽しみください。では今週のスポーツ万歳のコーナーに移ります。今週はラグビーリーグワン初年度を振り返ってというタイトルで、ラグビートップリーグからリーグワンに名称を変更し、今年の1月から5月にかけて行われていましたが、初年度の感想、そして2年目の来年へ向けての課題、そして7月2日9日に行われた強化試合の解説、そしてさらにはセブンスラグビーのお話まで、時間いっぱいまで皆さんにたっぷりとお話ししていただきます。では村上さん、生島さん、玉木さん、よろしくお願いします。生島さん、よろしくお願いします。ということでラグビーの話題なんですが、もう散々ラグビーのフランス戦のことで来年のワールドカップに向けてということを喋ってたんですが、このワールドカップでの日本代表を活躍するための土台にリーグワンがなってるんでしょうかということから聞きたいんですが、村上さんいかがですか？なってると思いますね。はいはい。まあ、その工業的な話とか、はい、チームの運営のこととかいろいろめちゃくちゃいっぱい課題があるんですけども、そのグラウンドの中のゲームのレベルはすごい上がったと思いますね。あー、なるほど。やっぱトップリーグの時よりもさらに上がっているので、はい、それは今回の日本代表にもつながってたと思いますね、はい、なるほどね。あの、海外のいい選手も山ほど来てるわけですからね。そうですね。でもそれってやっぱりコーチが大きいと思うんですね。あー、そうですか。いいコーチが来てるっていうのが、はいはい、まあ、ほとんどトップレベルのコーチなんですよ、各チーム、うん、海外で、あの、世界のトップレベルのコーチが来ている。そうです。もう世界でも名の知れたコーチがずらっと揃っているので、はい、うん、やっぱり練習のレベルが高くなってると思いますね。なるほどね、はい、あの、ということで生島さん、はい、あの、その今の何とか日本代表とそのリーグワンの関係を聞いたんですが、その、はい、あのリーグワン自体をどのように捉えられてます？結構困ったなっていう運営は正直ありましたね。はい。で、やっぱりあの、コロナ陽性者が続々と出てしまって、そうですね。で、出したクラブに対して先輩の扱いになったのは、うん、これはちょっといただけなかったですね。いや、あの、なるほどね。あれは何なんですかね。再選はやっぱり無理だったんですかね。まあ、会場の関係とか、はい、が一番大きいと思いますけど、うん、まあ、そこに自前のスタジアムがない辛さの環境の問題はあるとは思いますけども。なるほど。それ、まあ、それとともに、コロナはコントロールできるっていうのが最初リーグワンの発想だったんですよね。ちょっと落ち着いていた時期ということなんで、はいはい、でそれは違うと思うんですよ、やっぱり。あ、で例えば、今ヤクルト、日本のプロ野球でいうとヤクルトが20数人ヤクルトスワローズが、はいはい、陽性者が出ていますけども、別にそれ悪いと誰も言わないですよね、はい。むしろ、やっぱり今度の BA5 というのは加速度的に、うん、感染が広がっていくんだなっていうふうに
まあ、皆さんご理解出ちゃったかという感じですね、はい、で別にヤクルト不戦敗になるわけではないから、まあ、それはもちろんね、うん、あのホームスタジアムがあって、はい、再設定が可能っていうのはありますけれども、うんうん、中止リーグワンの場合は中止にすることによってでクラブにとって重要な収入源であるホームゲームができなくなった、うん、そうですね、はい、その辺の配慮はリーグ側の運営としてだいぶ課題を残したなっていう気がします。なるほどね。村上さん、今の生島さんのご意見にどう思われます？そうですね、僕もちょっとその勝ち点が5入るんですよね。そうですね、普通の勝ちで4で、要するに、はい、サントラジオ引き離すとボーナス点が入るとボーナス点取っちゃうんですよね、はい、それはちょっと僕もやりすぎだなと思ったんですけど、うん、ただそのスケジュール的なことだけ言うと最初からかなりタイトなスケジュール組んでるんですよ。で、なんでそうなったかっていうと、やっぱり日本代表戦がもう決まってって後ろに、はい、5月で終わらないといけないっていう、なるほど、ね、お尻が決まっているのに、うん、始まりも遅かったんですよ。あ、それは準備不足だったんですよ。なかなかうまくリーグワンの準備がうまく進まなくて、うん、どん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 前倒し、ああ後ろに伸びて、うん、後ろに行って5ヶ月でその試合をこなさないといけなくなったので余計に延期できなくなったんですよね。でラグビーに1週間開けないといけないんで、うん、野球のようにこう連日できないんですよね、はいはいはい、1週間1週間開けていくともう後ろのジャパン戦に向けてのもう準備ができなくなるんで、うん、それでどんどん悪循環になっていったんですよね。なるほどね。最終的にだいたい8割開催されたのかな、8割開催された。なるほどね。ただまあそんな中で行われた1年目のリーグワンだったんですけども、私はもう頭の中で翻訳するのが大変だったですね。もう、何ですか、埼玉なんとかかんとかナイツと東京サンゴリアスやってて、あれ、なんだこれは、あパナソニックは山陽とサントリーかというふうに言って初めてあのチームが分かったって。生島さん、いかがでしたですか、それは。全く定着しなかったですよね、ニックネーム。そうなんですよね、名前がね。それが明らかに分かったのが、リーグワンの決勝の後の会見でヘッドコーチたちが相手のことをサントリーとか話すのが言っちゃうんですよこれがね、全てを象徴してると思いますね。そうですね、うん、これだから最初からできなかったもんですかね、こうあの長い名前をね、こう東京新聞やなんかでもかなり批判されて、私もこれな、この名前は長すぎるよと、東京が多すぎるよとかっていうのを盛んに言ったんですけれども、どうなんですか、これは村上さんに聞いた方がいいのかな。これはもうあれですね、要するに一応リーグワンっていうのは、はい、各チームが運営をする、これまで日本協会が全部協会が運営して、はい、試合を場は提供してたのを各チームが運営することになって試合を、うん、はい、そうですね、で、まあ、要するにちょっとやらプロ化していくのに企業の力がないと運営できない今のラグビーの力というか、うん、お客さん集めるだけでは運営できない、だから企業名入れなきゃならない、でもニックネームつけたいみたいなので、うん、で地域性も出したい、いろんなことを理想を追求した結果、長い名前になっていくという。そう、まあね理想追求の結果ですかね、妥協した結果っていう。そうですね、すみません、理想追求して妥協したってことですね。なるほど、地域性と社会性と、はい、で、まあ、自分たちで運営するっていうことなんですけど、うん、企業の後押しなしにはもうできなかったっていう。ああ、なるほどね。これ生島さん、やっぱり、はい、J リーグのようにはスパッといかなかったっていうのは仕方ないことなんですかね。まあ、その辺はいろいろおっさんの起きて、なんだっけ、起きて、という本にも書かれてましたけども、ね、はい、まあ、僕は結構企業風土がラグビーに残ってるのは、決して悪いことではない。なるほど、はいはい。だから、なんか無理して、うん、企業名を、うん、省く必要はないんじゃないかとさえ、今はちょっと思ってます。なるほど、うん、分かりやすかったらそっちの方がいいということを、やっぱりリーグの仕組みとか、うん、チームの名前って分かりやすいのが一番いいと思うんですよ、うん、
なるほど。いや、私がさっき言ったように翻訳してるのって、まるでそれで、サントリー対パナソニック、三洋かというようなぐらいの。これはだいぶ古いです。あ、そうか。古すぎましたが。でも、まあ、理解できるのはそれなんですよね。だから、その、確かに、生島さん言われたように、はい、無理をして J リーグのような形に近づける必要はどこにもないだろう。という言い方もできるっていうこと。村上さんおっしゃった通りで、はい、企業の力を借りないならば、それだったら僕は別に企業名で新聞とかテレビの報道では略称されても、別に問題はないんじゃないのって正直思いました。それで今ファンが混乱しているので、はい、そうですね。混乱することによって、それでまあ試合も急になくなったりすることで、なんかむしろトップリーグの時よりもお客さんが足が遠のいてしまってるっていうことも事実としてあるので、はい、2シーズン目はワールドカップイヤーの前哨戦なので、いや、はい、僕はまあ、あまり理想追求せずに現実路線で行ってもいいんじゃないかなと思います。なるほど。村上さん、いかがですか？日本であったそのワールドカップがでものすごく盛り上がって、せっかくそれをね、リーグワンに流し込もうと言ったのが、ちょっとつまずいたところがありますので、これ、来年に向けてどうなりますかね。一応、3年、最初、フェーズ1っていうので、最初、3年かかるんだろうって言われて、はい、で多分でも、チーム名も、一応その理想を追求しているところがあって、例えば、はい、コベルコ神戸スティーラーズ、はい、いずれコベルコを取ると思うんですよね。はいはい、で神戸スティーラーズになる、はい、で埼玉パナソニックワイルドナイツもいずれパナソニックを取って埼玉ワイルドナイツになる、はい、でみんな一応その準備のために取れるように作ってるなるほどなるほどなるほど、なのでそうなっていくと思いますね。なるほどね。でそれが浸透していくようになっていった時に、はい、そのなんとか企業はスポンサーという形になるわけですよね。そうですね、はい、ね、所有という形から支援すると、そうですね、そういう形になっていくのが、まあ3年後ぐらいに。今すでになってるのが、ヤマハ静岡ですね。静岡ブレーブスになって、独立した会社になって、はい、ヤマハ発動機が支援する。で、あと東芝も、ブレイブルーパス東京っていう法人にして、東芝が支援する。はい、だんだん、そういうチームが出てくるんで、はい、独立し始めてるんで、本当はそれが全部独立するのが理想ですね。法人なるほど。皆さんどうもありがとうございました。村上さん、生島さん、玉木さんでございました。では明日のニュースオペードはゲストに株式会社ノーボーダー上杉隆社主、解説演技はフリージャーナリストの五十嵐文彦さん、アンカーはノーボーダーニューズ東京編集主幹で明治大学名誉教授の上瀬誠一さん、ナビゲーターに浅野由香さんです。それではまた明日。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペード視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。